皆さんこんにちは、高木義成です。これから高木式ゴールキーパーメソッドをお伝えします。今日はゴールキックについてお伝えしたいと思います。僕が考えるゴールキックのポイントをお伝えします。まずはインパクト、長めの助走や強さはいりません。インパクト勝負で蹴っていきます。ゴールキックの考え方はチーム戦術やチームの状況に応じて蹴り分けることです。決してキーパーが自己満足で蹴ってはいけません。距離を飛ばせばいいというわけではなく、弾道が良ければいいというわけでもなく、その都度都度で一番いい判断ができたゴールキックが一番いいと思います。低く蹴る必要があれば低く蹴る技術が必要ですし、遠くへ飛ばす必要があれば遠くに蹴る技術が必要になります。それを間違えないようにしてください。ボールに対してインパクト、足の当てる位置はこうなるので、しっかりとインステップを僕は寝かしてしっかりと当てます。スローで見てもらえれば分かると思うんですけれども、しっかり当てます。次にインフロントで巻くときなんですけれども、通常つま先を上にして蹴りがちなんですけれども、僕はしっかりと寝かせて蹴ります。当てるとこはこういう感じでいきます。このままこう上げるというよりは前に押し出すように蹴ります。その方がいい球質で狙い通り蹴れたっていうのがあります。ゴールキックの一番安全地帯は今立っている目標物のところになります。なぜかというと、もうちょっと中入ると蹴ったボールをそのまま跳ね返されてカウンターで失点という場面があるので、あそこだと最悪スローイン、相手ボールのスローインからでも準備はできるので、こっちのなるべくあそこを狙うように僕は心がけています。あとはチーム戦術があるので、どこでも蹴れるようにしておくのが一番いいと思います。まあ、あとはそんなにやらないんですけど、踏み込まないで蹴るっていう蹴り方もあるので、まあ、走りこのまんま走り抜けて蹴るっていう方法も僕はやってました。何がいいかって、すごくリラックスして蹴れるのがいいと思います。ただ飛距離は出づらいんで、本当コントロールするときには使えるかなと思います。少しボールの下に足を入れて、少し高めのボール、高めのボールだとちょっと真ん中にずれても跳ね返ってカウンターのリスクはすごく少なくなるので、使い分けてもいいと思います。まあ、あとはこう外から巻く感じ、まあ、あまりおすすめはしないんですけど、巻いてみてもいいかなと思います。向かい風が来た時に、この僕は風の壁っていうんですけど、風にわざとぶつけるような軌道、低めに蹴って、そうすると風に負けないで飛ぶゾーンがあるので、これは真ん中にゴールキックを蹴ってカウンターを食らわないようにするためにサイドに蹴り分けるパターンです。お願いします。これは真ん中に蹴ってカウンターを食らわないパターンのサイドに蹴り分けるボールで、少し低めのボールを蹴ります。
これはインフロントにかけて、サイドに巻いて蹴るボールです。いかがでしたでしょうか。このポイントを意識して僕と一緒にいいキーパーになっていきましょう。このチャンネルでは高木式 GK メソッドをお伝えしていきます。ためになったと思う方はチャンネル登録といいねをぜひお願いします。もっと詳しく知りたい方は概要欄のリンクをチェックしてください。そこでは高木式 GK メソッドの一番大事な部分を無料で皆様にお伝えします。